今回は真庭市の美作落合駅前の食堂屋さんにお邪魔させていただきました。昔ながらの鉄板焼きのお店なんですよね。その歴史もかなり長いということなんですよね。というわけでね、今日は、美作じゃなくて真庭市かな、真庭市の美作落合駅にの前に来ました。ちょっとね、今日はね気になるお店がありますので、でこの駅の前商店街みたいな、感じになってますね。ちょっと歩いていきます。どこだったかな、ちょっとなんか懐かしのなんか商店街だったのかな、宿場町みたいな。ちょっと通り過ぎたんですけど、今日お伺いするお店にこれから行こうかなと思います。はい、今日はねこちらのお店です。こんにちは。もつとか珍しいってな。やっぱりそれだけみんな皆さん気になる。なんだろうかな、うん、不思議な、何年でしょう、50年からしてる。あ、もう50何でしょう、50何年もされてる、うん、来年の5月まででやめようねんじゃ、うん、それだけ60年近くだろ、まあ、なるほどね。昔はこの通りってのは結構さ、うん、そっちがこれしかなかった道が、でこっちがバイパスはな、後からできたんじゃ、今30年ぐらい前かな。でこっから落合のあのとこに行くんですかね、川を越えてあの、うん、羊羹とか、あ、そうそうそう、はいはいはい、あ、じゃああれですかね、あの高瀬舟とか通ってこの辺とかあれなんですかね、あ、そうそうですよね、川の あの川をな上り下りしよったらしいで、あ、なるほど、昔はこの通りとかいろいろご飯屋さんとかあったんですか。確かにね、うん、隣もあったしな、それからこのとこにもいっそで飲み屋があるし、あ、飲み屋さんがあった、うん、ヘルウェが喫茶店でな、もうなやってないですかね、もう飲み屋さん何でもやってない。
あったな。うちのこれ縦ソースでしょ、だけど。あ、有名ですね。有名な。有名ですね。匂いがないからね。あ、カゴメなんか匂いをつけてあるわ、そうですね。そうですね。我々みんな匂いがないっていうね。だから匂いが苦手な人とかでも食べやすいってことですよね。うん、有名なとこですね。昔からが最初通ったからな。ああ、そうなんですね。確かにあのソースの匂いがそこまでないんで、すごいな感じが、うま、美味しいですね。うん、うん、うわ、なんか懐かしの焼きそば。これはなんか焼酎とか飲みたく、お酒飲みたくお酒のお止めをしてもらえよったんで、昔はな。あー、なるほど。うん、てかこれもつ焼きいうのするんじゃん、うん、はい、に野菜入れてな、それは味噌だれでな。それはうちの味噌だれはあもねんじゃん、はいはいはい、うん、砂糖も入れてはおるんじゃけどな。こちらがあれですか、特製の味噌だれですか。うん、自家製です。ちょっとこれいただきます。はい。うん。あ、味噌がいい感じで。そう。なんかほんのり。あんまりあんもねえじゃん。あんもないです。もう控えめ。うん、これこそ多分お酒と。うん、そう。お酒と。うん。これおかずにご飯合うな。あの焼き場なんかはな。うん。昔、ね、ながらですね。うん、うん、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。よいしょ。はい、というわけでね、今日も終わりました。で、あのナスのからし漬けってのを、200円で買いました。で、このすだちかな、すだちもね、こちらただでもらいました。あのすごい嬉しいです。なんかね、これはおばあちゃんが作って、なんか売ってるやつらしくて、
せっかく来たので買わせていただきました。でもね、本当にあのお酒と合うような、焼き物系かなと思います。控えめのなんか感じが良かったかもしれないです。というわけで、まあね、来年ぐらいにお店を畳むということなんで、ちょっとね悲しい感じになるんですけど、まあ50年近くやられているお店ということで、まあこれからねゆっくりされるのかなと思います。いや本当にまたちょっとね近々、お好み焼きの方もね食べたいなと思います。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。